2016年2月28日、嫁に先立たれたやつはつまれ、というすれにて、このような書き込みがなされた。嫁に先立たれてもう6年経つな。娘を出産した2週間後、突然の脳出血で。安産で産後も元気だったから頭が真っ白になったよ。でも残された娘のためにも、自暴自棄になるわけにもいかず、とにかく必死で働いて育てて。たまに嫁のことを思い出しては涙が出ることもあったけど、やっと娘も小学生になる。まだまだ手がかかるし、忙しいけど、嫁に似てきたし本当に可愛いけど。娘を育て上げるということに没頭して、嫁を失った悲しみと苦しみに、まだ本当に向き合っていない。あえて向き合わないようにしてるんだろうけど、逃げてるよな。いいんだよ。それで、娘が嫁ぐまで、いや、孫の顔を見るまで頑張ろう。ありがとう、今はそれでいいのかな。5月から岐阜さんと一緒に暮らすことになったんだよね。嫁が先立ってしまったショックで地方気味になってしまった義母さんの面倒をずっと見てたんだけど、義母さんも去年に他界してしまい、いろいろ話し合った結果、一緒に暮らして一緒に娘の面倒を見ることになった。今まで娘のことがあったから、しっかり定時で帰れる、あまり仕事がない暇な部署に移動させてもらってたのを、娘のためにキャリアを捨てさせてしまったと義父はずっと気にしてたようで、義父はもう定年迎えてるし、家のことは何でもできる人だから、娘の面倒は自分も見れるから、君はもっと働けと言われた。俺はもちろんキャリアなんかより娘の方が大事なわけで、何も気にすることはないと言っても、父親というのは一生懸命働く姿を子供に示さなきゃならない。仕事ばかりにかまけるのはもちろんダメだけど、子供ばかりにかまけてもダメだって言われて、昔の人らしい古臭い考えだけど、そういえば嫁も働いてる俺が好きって言ってたな。やっぱり父娘だなって色々思い出して、今はまだ嫁を失ったことに完全に向き合えてないけど、このままじゃ娘に依存しすぎてしまうかもしれないし、一歩踏み出す意味でも以前の部署に戻してもらうことにした。長文すまんね。無理しない程度に頑張ればいいさ。顔も名前も知らない俺が言っても伝わらないかもしれないけど、なんか尊敬する、応援するよ。ありがとう、尊敬してもらえるようなことは何もしてないけどね。長文似てる。俺の場合はちょっと第一線離れたところに妻が病気になって亡くなり、シングルファーザーに。7年ぶりに仕事は第一線に戻ることになった。もうくっつりと仕事の緊張感もなく、第一線でやってく気持ちもないし、子供のことも気になる。7年ぶりか。ほぼ一緒だね。俺も4月から元の部署だけど、緊張感とかすっかり忘れてて、遅くなりそうだと子供のこと考えちゃうと思う。仕事するからには責任感は忘れちゃいないけど、バリバリやっていくぜ、という気持ちはどうしてもまだ湧いてこないよな。うちは子供が小学校卒業した頃に妻の病気発覚して、子宮の筋腫持ち、月経以外は普通に元気で、本人の意向で手術は見送っていたんだけど、8年前の冬に突然付き添ってほしいと言われて、車飛ばして自宅向かって、それから病院一緒に行った。即入院、ヘモグロビン値が異常に下がってた。その夜に行ってしまうなんて、あの時は想像なんてできなかった。いつも人のこと優先で、日頃から息子のこと、俺の仕事のことばっかり心配してた。うちも一致と被るところがあって、あの人も仕事してる俺のこと好きだとよく言っていてくれてたんだけど、子供のこと考えると仕事ばっかりじゃダメだよなという葛藤の気持ちはすごく共感できる。まさに本当、俺も突然だった、想像なんてできるわけがないよね。もっと嫁にああしとけば、とか最近やっと考えられるようになってきたけど、当初はそんな後悔や懺悔さえする余裕が全くなかった。子供のことを考えつつ、仕事もバリバリ没頭できるほどのキャパがあればな。うちは娘が小6の12月に癌が発覚した。せめて、娘の成人式くらいまで時間を与えてほしかった。中2の5月に嫁が亡くなった。来週、卒業式だけど嫁と一緒に行きたかったな。天国で反抗期の娘と格闘中の二人を笑って見ていてくれたらいいな。反抗期を迎えるという、当たり前のことを娘さんができたってことは、それだけあんたが立派に父親やってるってことだよ。そろそろ再婚を考えては。子供、特に女の子には母親が必要だよ。いやー、正直、全く考えられないな。娘がすごく懐いて、お母さんになって、というような人が現れたとしても、お母さんさせるために結婚したりすんのは相手の女性に悪いしね。岐阜が5月からの同居のために、週の半分はうちに来るんだけど、結構いいお母さん。というか本当に家事完璧だし、遊び相手になるのも上手だし、でパパの餃子が一番好き。
なはずだったのに、すでにじいじのハンバーグが一番になっていてちょっと切ないけど、じいさんとおっさんで娘の面倒見れるのかと心配だったけど、なんとかやっていけそうと希望も見えてきたしね。人間ってさ、自分の人生を否定されるのは耐えられないんだよ。北朝鮮拉致被害者の蓮池さんも、俺の人生を否定するのかって怒ったっていうし、うちは病気発覚から 6.5 年、亡くなってから 3.5 年経ったけど、これで良かったのかなって思い始めてる。単身赴任じゃなくなったし、子育てで喧嘩することもなくなったし、中2、小4、小1の3姉妹が正しく育ってくれている今の状況に感謝だよ。反抗期っぽいものは今のところあまり感じてない。学校の成績はめちゃくちゃ悪いけどね。新しい恋は難しいね。普通に独身だった頃は何でもなかったことが今はできない。子供のせいにはしたくないけど、でも一人だったら自由は利くはず。でもいいんだよ、精一杯今を生きることは大切なことだと思う。すまん、何言いたいのかわからんくなった。夫婦でいられた時にしっかり子育てできてたんだね。中二の子が妹思いで優しそうだ。子供たちが奥さんとあんたの財産なんだね。でも病気が発覚した時の子供たちの年齢を考えると、あんたはすごい、尊敬します。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。